グルートがそろそろ脱出計画を立てろってさ。事の真相を解明してコスモに報告してからだよ。お前に必要なだろう。ピーター・クイル、このロボットのミスキーがどうも気に入らない。なあお前、ニッキー見なかったか。おいおい、何してんだ。頭大丈夫ピーター？ここはそう安全でもなさそうだぞ。撃たれるよりはマシかな。俺は違うがな。撃たれる方がいいってのか。他人も同然のガキを探すよりドンパチやってた方がそりゃ楽しいだろう。リーダーにとっては大切なことだ。我らもそれに付き合おう。私はこう。ねえ、止めはしねえよ。気をつけろピーター・クイル。ああ、こないだは緑色のガスなんて出てなかったんだけどな。見るからに危ない色だね。危なくてしょうがないな。このパイプを元に戻す方法があるはずだ。だといいな。俺はあん中突っ込んでくのはごめんだぜ。ほら、カッチコチだ。はいはい、楽しそうで何よりだね。また死のガスか。もしかしてニッキーとコレルが身を守るために用意した罠とか。それかこうだ、二人はもう死んでるかも。なんてことを言いやがる。ふざけるのも大概にしろ。さすがに限界だ。誰かスター道路に伝えろ。さっきの謝罪やっぱ拒否って。ピリピリしているな。ああ、二人ともいい加減にしてほしいんだけど。同感だ。和解するか命をかけて決闘しろ。なあロケット、確かに俺は優等生じゃない。でもそれはみんなもだろ。みんなダメな奴らだからこうして出会ったんだ。俺はダメではない。まあ要するに俺はこのチームが大事だ。でも今は危ない目に遭ってる人が優先。ニッキーはまだ子供なんだ。お前がダメな奴だと自覚あるならいいさ。当たり前だろ。犬に次ぐ振動が続いている。哀れなコントラクシア。本当にこの道で合っているのか。絶対違う。それを調べてるんだ。切り落とせ。蹴ってやる。本当にこっちで合ってるの？いいからとにかく探すんだ。ねえピーター、もしニッキーとコレルがもう。それはない。心の準備だけはしておいて。これはないって。犬に報告したいことはあるか。いや、犬に継ぐべきことは何も。ニッキーやコレルの気配もない。死という無限の神秘の前では形あるものに集中する。私の教え。ああ、覚えておくよ。あの巨大バキューム、コントラクシアに一体何をしてるんだろう。ろくなこ。ニッキーの隠れ家はすぐそこだ。艦長室に行くんじゃなかったのか。行くさ、ここを確認してからな。何も壊すんじゃないぞ、あの子の大切な場所だ。うわ、すごいね。
これ全部ニッキーが書いたの？イカしてるだろ。ニッキー、小娘、姿を見せろ。そんなんじゃ怖がって出てこないでしょ。ピーターだ、海賊のな。おい、ニッキー。殺すつもりはないぞ。あの部屋に入らないとな。電撃流してみれば？おお、そりゃ確かにいいアイデアだな。お前って女の子ぐらい小さいよな。あそこ入れるか？もっぺん行ってみな。ピーター、頼み方。なあ、ニッキーが心配なんだよ。わかるだろ？怪我してるんじゃないかとか、あと怖がってないかとか、あの子がいないかどうか見に行ってくれないか。やりゃできる。ガキはいねえぞ。気をつけた方がいい。俺の知る限り、子供はおもちゃに罠を仕掛ける。ニッキーのじゃない、俺のだ。何、いろいろ持ってく感じ？だったら私は。違う、本当に俺が昔持ってたものなんだ。なあ、クイル、こいつを見ろよ。ずいぶん好かれてるな。なんであんたのおもちゃを？付き合ってた頃、コレルにあげたんだ、記念にと思って。大した意味はない。じゃあこいつはどうだ？小娘はいくつだ？12歳。はっ、めでたいな、ピーター・クイル。ろくでもない父親だ。娘がすでに死んでいたら関係ないが。おい待て、だからここに来たのか？そうだろう。娘は12歳。クイルが娘の母親といたのも12年前だ。そんなの証明になるか？計算が合うってだけだ。それだけじゃわからないだろう。ヒントにはなる。コレルはその時排卵していたか？知るかよ。生きるだけで必死だった。今大事なのはコレルとニッキーの安否だ。ここにはいないわけだし、さっさと先に進もう。もしかしてこの男が父親なんじゃ？お前よりさらに気に食わない面してる。それは告発者ロナンだと思う。おい、ここにいねえのは分かったろ。多分気持ちの整理を。穴が開くほど見たって何も変わんねえぞ。ニッキーはスクラル人が好きじゃなかったっぽい。スクラルどもが好きなやつなんていねえよ。確かに、こんな風にニッキーのものを漁るの良くないんじゃない？ピーター・クイルは父親だ。娘の私生活を把握する義務がある。きっとニッキーなら使っていいって言うさ。頼めるか、ロケット。ガキが文句垂れてきたって使ってやるぜ。これでどうだ？それで何の話だっけ？父親になったことを祝っていた。コレルのオフィスには左のパイプを通って行けるはずだ。だな、隙間があるし、内側に缶抜きとかがあるかも。任せとけ、スターパパ。それはいい。おい、みんな、二人の安否はまだ分かってないんだ。気を緩めないでくれよ。俺はお前を笑いながらでも心配できるぞ、ピーター・クイル。私も。正直言うと、あのガキの腕は大したもんだぜ、クイル。ターミナルを非常用動力につなぐとかよ。言っただろ、頭のいい子だって。ピーター・クイルが父親ではないのかもしれん。同意だぜ。ピーターのガキにしちゃ切れ者すぎる。何もかも母親から受け継いだんじゃない？うん、父の愚かさも少しは受け継ぐはずだが。もし俺に子供がいたら、男でも女でも頭が良くてめちゃめちゃクールだろうな。つまりニッキーみたいに？あ、そうだな。まあ、うん。こりゃ、やっぱ全部母親の遺伝だな。あれ、コレルとニッキーと一緒に乗ったエレベーターだ。二人がこっちに降りてくるところだったらついてるんだな。私たちがついてたことなんてある？明らかにありえんだ。で、もうエレベーターがかなり嫌いになってきたんだけど。おい、潰してやれ。想像しにあってこい。コレルとニッキー、ものすごく嫌な予感がする。犯人意味などない。この目で死体を確かめろ。爆弾投下だ、ロケット。
皆はピーターフィールがあの子の父親だと知っていたのか。怪しいと思った。通りでこの作戦に熱が入ってたわけだよね。朝食を抜かれた片筋よりやかましいな。そろそろ何か食べさせないでね。フィールは無事かって知るかよ。怪我を打ち立ったことがあるのか。みんな平気か。怪我はない。なんだよ、早くもパダの練習してんのか。大丈夫、私ら結構強いんだよ。そうか、だけど二人は無事だよ、心配いらない。コレルのオフィスってこの上にあるんだっけ。ああ、とにかく上に行こう。次のフロアがコレルのオフィスだ。おい、正直に言えよクイル、今ビビってんだろ。自分が急にパパだと分かって参っちまったか。何があろうと俺は変わらないからな。冷蔵庫並みにクールだ。私はグレート。今まで見てきた冷蔵庫全部ガタガタだったって。うん、やべえ有様だな。争いの後だ。分かってら、俺がそう言ったろ。俺は自分の言い方で言っただけだ。不安になってきたピーター。戦闘があったっぽいけど誰が勝ったかまで。おーい、コレル、ニッキー。空っぽだね。気配もないだ。隠れてるのかも。壁のおかしな文字は以前からあったのか。一丁コンピューターに侵入すっか。犯罪歴消せたりしねえかな。ロケット。冗談だよ。ログにアクセスしてみる。何があったか知りてえだろ。俺たちは手分けして見て回ろう。手がかりがあるかもしれない。これはクリー語だね。うん、お母さんは何でも知ってるだって。戻る、希望、約束。ニッキー。間違いなく争いの後だな。ああ、こいつはまずいな。いい匂いだ。コレルの最初の子供だな。よく話を聞かされた。惑星ハラにいたんでしょ。それでチタウリ。ああ、この子と夫を奪われた。だから戦争でも怖いもの知らずだった。失うものがなかったんだ。怖いくらいあんたに似てる。俺の面影なんかどこにもないぞ。青いし。それに本当に俺の子ならコレルが言うだろう。娘を守るためだ。クリーの純血法ではお前との交尾は極刑に当たる。そんな法律ないよな。クリー人は血統に異常なほど厳しい。ってことはコレルがこんなこといけないって言ったのは言葉通りの意味だ。なんだこれ、脅迫文か。クリー純血法に基づきクリー評議会はニッキーの血筋の証明を求める。法的に言えばお前と交尾するのは不適切の極みだ。法律以前の問題かな。ああ、こいつはまずいな。自分が？違う、ニッキーにとってだ。まさか全部クリー人の仕業か。純血評議会は密室会議じゃない。誰かを罰するときは公明盛大にやる。親子で吊るし上げられていたはずだ。ニッキーの ID だ。ん？なんかこれおかしなところでもあった？わからない。どこかいじってあるのか。自信ないけど。小娘の生年月日はわかるか。一般的なクリー人の妊娠期間と比べてみる。よっしゃ、入れた。でも残念なお知らせがある。何がわかった？教えてやるからこっちに来い。で、何があった？何も。艦長ってのは日誌をつけるもんだ。あんたはつけてる？だからそいつが消えてんだ、丸ごと。ワールドマインドがわざわざ消したのかって思うほどにな。電源を切ってつけ直してみたか。バックアップは？ノバの船ってメインサーバーみたいなものがあるんじゃなかった？ネクサスのメインフレームのことか？システムのどっかにゴーストがありゃあそこに。俺は断固拒否するぞ。本物の幽霊じゃなくてデータの話だ。だよな。だよ。でもネクサスに直にアクセスしなきゃだ。ブリッジに行かねえと。何があったか分かるまで帰らないぞ。いざ敵の本陣へ。船のマップによるとブリッジはこの先だ。
万光に次ぐ。ありゃ例の司祭じゃねえか。やっぱり。ああまずい。うるせえ。知るかごめんな。止まって。司祭ね。ワンコ応答しねえってよ。出るまで頼む。俺たちは手分けして出口を探そう。マジ？ここってサーバールームだよね。つまりデータの保存場所と。直接頭にぶっ刺すもんじゃねえぞ。サーバーっつっても端末がないと覗けねえ。ブリッジはあの通路の反対側だよな。これでよし。よくやったな、イタクイル。私はグルート。ワンコーが出ねえ理由なんか知らねえよ。連絡し続けろ。あのロボット司祭を尋問すべきだったな。おお、じゃあ次にあの殺人クソデカロボット司祭に会ったらぐるぐる巻きにして問い詰めようぜ。ロープ持ってるか。ねえよ。ではお前の案は却下だ。見たマップが正しけりゃネクサスはこの真上のはずだ。ネズミをもう一度パネルに向かって投げるか。見ろよ。おいおい。わかった。使えるもんがないか探してみる。妙だと思わない？ワールドマインドが全く反応ないなんてありえる？妙だな。リブートというやつか。よくその言葉が出てきたな、トラックス。なかなかいい線いってるぜ。それはよかった。リロードと迷ったんだ。膨大な情報がこんな形で保存されているとは未だによくわからん。あ、サーバーのことか。どれもサーバー、コンピューター、テクノロジー。つまり俺のやってることは全部わからねえって。その通りだ。あそこのパネル隅っこの方が空いてるよ。きっとあれが出口だね。完璧だ。
じゃあこのふわふわ浮いてるサーバーを飛び移っていけばいいわけだ。もちろん安全だよな。無限に近いデータが詰まってるんだぜ。俺たちのちっぽけな体くらいしばらくなら支えられるだろう。なあ、俺のだった。思えばネズミがガラスを割らなければこんな手間は避けられた。さすがにロケットのせいじゃないでしょ。奴が慌てて駆け出したのがとどめだった。グルート、そういえばコスモとはつながった？私はグルート。いや、まだだとよ。ブリッジならちょっとは電波良くなるんじゃないか。よし、ここが指令センターだな。あれがネクサスの制御ターミナルってことだね。苦労して来た甲斐があるといいな。一番乗りは譲ってやるよ、クイル。どうした？らしくないな。ブービートラップを警戒してるんだよ。ああ、そういうことか。ロックされてるな。でも、このパスキーのことをニッキーはコレルには内緒に従ってた。ガキのカードでネクサスのロックを解除できるわけない。入れた。マジかよ。よし、行けたぞ。さっさとなんか開けって。ノバフォースの整え方。深い瞑想とメンタルヘルス管理のための包括的ガイド。ちょっと一冊欲しいかも。いらねえ。もう一度聞くわよ。彼女はティーポットになった？情報源はそうだと。あんたらなんか嫌い。これとか面白そうだよ。何言ってるかわかんねえ。音声ファイルが壊れている。この銀河じゃ何もかもが壊れてやがる。出撃チームに次ぐ。午後に予定されている封鎖区域への任務の前にヘルメットカメラが正常かを確認しておくように。以上。来れるらしいね。きっちりしてるよ。ああ。犯罪記録に進め、クイル。はあ、お前の彼女が警察官なのは分かってんだよ。見ろよ。この名は知っている。行方不明。こいつは自分からリヴァイアさんに突っ込んだんだが、パイロットとしちゃクイルより上だ。こいつら犯罪記録まで共有してるぜ。こいつ知ってる。テラ人のネーミングセンスって一体どうなってんだい。私のもっとあるかと思った。ワールドマインドって知らないこともあるんだ。よし、じゃあ見てみるとするか。うわ、こりゃすごいぜクイル。なんでバレたのか疑問だったんだよね。今のって封鎖区域の採掘リグじゃないか。あの宗教家の船がなぜ爆発したのか未だにわからん。ノバは固い石。おい、あれ封鎖区域で探索した採掘船だよな。いつの映像？信号が強い、近いようです。どのくらい？なんとも、妨害がひどくて。コレル隊長、何かを開け。俺たちの後に来たんだ。やばいね。あれってもしかして我らのモンスターを食らったやつだ。他の可能性もある。なんせ立ち入り禁止区域だぜ。違う、バカ言うな。あんなの俺たちと関係ねえ。コレルが拾った石、俺たちが封鎖区域で撃ったのと同じだ。俺たち？お前が撃った？ああ、俺だな。とにかく石から影みたいのが出て、はあ、俺らのせいだ。あの区域は怖えとこなんだよ。死神を一つ解き放ったぐらい。俺らは逃げ出せた。お前の彼女だってそうさ。死んでるって散々言ってたくせに。生きてるかも、いや死んだかも。だが俺らは無事だぜ。それが大事だ。コレルはヤワじゃない。あいつなら生き延びれる。絶対にな。you
堕落し、私たちを誤解しているようだな。いいや、よくわかってる。時には犠牲も必要なの。一応な。ほら、星に乗って。最高統一官、レイカーだな。まず、俺たちのことを知っててくれてマジ嬉しいよな。それと、そんな奴らを連れてるのに殺さないでいてくれたこともな。入ってきた瞬間を襲われたらどうなってたことやら。いや、本当に感謝してるよ。それはそうと、いくつか質問いい？例えば、コレル隊長と娘の居場所とかか。真実を知りたいのだろう。喜べ。マトリアーチご自身が教えてくれよ。示す戦術だろう。カタスの戦士もしばしば裸で戦いに臨む。ズボン脱がないでよ。けど陽動には使えるかもな。ダメか。他のアイデアは？へえ。泡吹けか。吹けるぜ。痙攣は？ああ、よく起こす。よし、合図したら倒れて泡吹いて痙攣だ。お前が奴らの気を引いてるうちに通路に飛び込む。俺はどうなる？尊いなんちゃらってやつだ。わかるだろ。なんで俺が。私と来い。今だクイル、胸を掴んで倒れろ。その作戦は却下。マトリアーチは俺たちを名指ししたのか？特にお前をな。理由はわからないが、ピーターにはいつも驚かされるね。まず彼を洗脳するっていう気ならこっちも黙って、ね、我々が人々を洗脳したと思っているのか。回収させられた人々に会ったからな。あの過激さが全てを物語って。彼らはマトリアーチの約束を受け入れた。人生が一変したのは間違いないが、皆自分の意思で受け入れたのだ。奴のドローン、あれが体質の鍵だ。なんだって？何を話している。なんだ私の子。悪者だって自覚はあんのかだと。善や悪といった還元主義が我々を銀河戦争へ。いや、その感動してたんだ。この船はでかくてすごいよなって。驚いただろう。マトリアーチへの信仰により戦前の姿を取り戻したのだ。あの方の約束で皆の大切なものがよみがえるようにな。母親、息子。約束で死者が蘇る。ありえない。死者を生き返らせるなんて。我々にはな。だが神の器であるマトリアーチには。時間を稼ぐんだ。
こりゃすごいトリックだな。種は何だ？魔術だ。そう思うのも無理ないが、これは科学なのだよ。信仰という科学。信仰は科学ではない。そのエネルギーは科学だ。今のこの船、神門艦、そしてサクロサンクトに至るまで、皆ある奇跡のエネルギーを動力としている。私が発見した。ドローンに細工する。話し続けろ。今ん、なんだ。いえ、あなたが何かを発見してエネルギーを制御とかして。進行エネルギー。ああ、それで、もしそうだとすると、多分ガモーラが言いたいのは、あんたにはこれだけのエネルギーが。進行エネルギー、それだ。でもさ、確か前にあんたハラズホープでシャトルの燃料が切れたとか言ってなかったっけ。確かにそうだったが。ならまだ船に燃料はあるって信じればよかったんじゃ。そうはいかない。進行エネルギーとは揺るぎない進行の副産物だからだ。なるほど。私は見たのだ。彼への揺るぎない進行により我々は生き延び。で、なんだっけ。待て、もう一人いた気が。いや、そんなことない。一人足りなければすぐに気づくだろう。そうだが、続きを聞かせてよ。彼女が何だって。すごく重要そうなとこだけど。マトリアーチのこと。多分そんな話はしていない。本当か。途中でマトリアーチの話をしてた気が。彼女は2番目の器。今のは最初の器の話だ。息子の死を取り消すことを拒んだものだが、彼女こそ約束を果たすだろう。待て、もう一人いたはずだ。小さいのがいない。死んだのかもしれんな。私のブレード。どうした。私、どうしたのだ。見てて、多分心臓発作だ。なぜ助けない。今すぐやめない。いや、小賢しい奴らめ。何のことだか。時間を稼ぐのは恐怖のためか。何も恐れることはない。どこに。見える場所にいないか。へいへい。マトリアーチも御前である。脱出の計画はあるんだよな。ミラノを呼び出す案内は新しいガチがしてくれる。謎めいた言い方だな。でけえ殺人ロボに囲まれてると落ち着かねえからよ。新しいママに会わせたいみたい。それだけどよ、やっぱクイルの元カノがサツのバッジを捨ててカルトを取ったってことか。おい、みんなが思ってることを言っただけだろう。陛下、お望み通り、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーです。ありがとう、レイカ。ガーディアンズ、もっと近くに。ピーター・クイル、お前の子供にすぐ降りてくるよう伝えろ。
俺が言うのもなんだが、そんなドレスまだ早いんじゃないか。そっちこそ服に名前を書くような年。あ、来るの遅すぎ。じいちゃんがおしゃべり好きなもんでな。なあ、ここから出してやる。俺に合わせろ。でも私たちここにいるべきなの。みんなを助けるって私約束したんだ。まさか本気じゃないよな。あいつに言わされてるんだろう。ちょっとみんな待ってくれ。その子明らかにおかしい。おかしくない。私は自分を超えたの。どういう、母さんは？ここにいる。私の中に。なるほどな。光のおかげなの。いなくなっちゃったけど、今はいつでも会える。みんながね、私たちを待ってる。信じる。それだけでいい。レイカーのおかげで理解できたんだよ。君は騙されてるんだ。俺を信じろ。俺だって。どうして誰も分かってくれないの？なんで聞いてくれないの？みんないつもそう。もういい。見せてあげる。死なせない方法がある。助けられる。約束する。頼るな。その鱗だらけの手であの子に触らないで。ママ、何が起きてるんだ？どういうこと？あなたが助けてくれたの。絶対来てくれるって信じてた。助けてない。まあ、すっかり大人になっちゃって。言った通り、立派なリーダーになったじゃない。ピーター、誇らしいわ。お父さんもそう思うはず。あ、どういうことだ？ママは死んだ。俺は戻ったのか？あなたは来た。それでいいじゃない。これからはずっと一緒にいられる。あなたと私、あなたのお友達も。友達？ええ、うちは十分広いもの。早くあなたのすごいチームの話が聞きたい。冒険の話をね。どれだけこの時を待ちわびたか。これからはずっと一緒よ。約束するわ、ピーター。約束よ。またあなたと会えるなんて。ママ、ちょっと苦しいよ。あなたをずっと待ってたのよ。これでやっとゲームも終わらせられる。感じない？約束に包まれてるのも。
アーチが再開させてくれる。これは交換しなきゃな。フラグは新しい。これは問題ない。ちょっと緩んでる。でも原因じゃなさそうだ。オイルを補充した方が良さそうだ。ピーター、もうすぐご飯できるわよ。わかった、すぐ行くよ。メレディスクイル、肉切り包丁はどこにある？引き出しの中よ、コンロの近く。子供騙しの器具しか見当たらんぞ。それでいいの。次に来る時にはカタスの刃物を持ってこよう。鉄も切れる。ありがとう、ドラックス。でもそこまで硬いものを切る機会があるかしらね。レシピもいくつか持ってこよう。妻の不当スープは絶品だ。ピーター、そこにいたの？もう一度呼ぼうかと思ってた。変わらないこともあるのね、きっと。なあ、ピーター・クイル。母君に少年時代のことを聞いていた。悪いことは言ってないわよ。ふさわしい生殖相手を見つけた話もだ。なぜかお前は同意しなかったらしいが。ドラッグス、内緒って言ったでしょ。ああ、まだジャニーとくっつける気なのか？素敵な子よ、ピーター。しかも素敵な女性に成長したわ。良さそうな人ではあるよ、ピーター。他の奴らよりはるかに良さそうだぜ、クイル。他の奴らって？メレディスクイル、あなたの息子は不死だな。おい、やめろって。じっくりと話さないといけないようね、ピーター。お説教される気がするよ。ああ、まだこれを持ってるのかな。なんとひどい品質だ。ドラッグス、ピーターは頑張ったのよ。お前の犬をどうにかしてくれ。ずっと俺を見てやがるんだ。ああ、遊びたいだけだよ。外へ連れてったら、あんたを追いかけ回したいのかも。お前らの笑いのセンスはこの競技の面白さとどっこいだな。そうだ、今度は見せてみる。メジャーリーグじゃないけど。どれだけこの時を待ちわびたか。これからはずっと一緒よ。約束するわ、ピーター。約束よ。またあなたと会えるなんて。ママ話してくれ。やめて。話してくれよ、ピーター。な、ピーター、何をするの？ごめん。笑えないわよ。何言ってるの、ピーター。間違ってる。何がおかしいの、ピーター。また会えた。嫌だ、もうやめてくれ。私、あなたを愛するのをやめろって言うの、ピーター。今よ、ピーター。注意がそれてる。ニッキーに届くわ。あなたを助けて。パパ、うん、ほら起きて、時間ないよ。用意しないとママが帰ってきちゃう。ほら、ニッキー。これはだって。
って。ママが食べに帰ってくる。準備しておかなきゃ。準備？誕生日の今日だよ。また忘れた？パパ？そうだっけ？本当に？嘘でしょ。パパ、ママの誕生日のサプライズ約束したじゃん。約束？そう。ホロプロジェクター出してくれるんでしょ。ケーキのろうそくも。あとプレゼント探してきてよ。わかった。おお、これすごいじゃないか。自分で作ったのか。うん、ベーカリー惑星に注文した。お、そんな惑星が。そう、手作りだよ。オッケー、次はプレゼントとプロジェクター。俺たちまだママの船に乗ってるよな。当たり前じゃん。変なの。変どころじゃない。パパ、プロジェクターは？おいおい、トワイライトゾーンの変なエピソードじゃないんだから。みんないたりしないよな。脱いだ覚えはないけど、かけた覚えも。まだ注意持ってたんだな。うん、今はミラノの船長だよ。ほんとか？やったじゃないか、注意。この帽子君の？くれたじゃん、忘れた？ハッピーバースデー、ニッキーとピーターより。プレゼント忘れないで。こんなことあったっけ？あった？ああ。他のと一緒に置いて。うん、それそれ、テーブルに置いて。プレゼント設置。何買ったんだっけ？一緒に選んだじゃん。ほら、前に行ったノーウェアのアーティスト通り、ママが気に入ってたあのクリーラーの絵。ああ、そうだったな。あとはプロジェクターだけ。ニキ、これボケてるけどいいのか？うん、そんなわけないでしょ。ピントがずれてるのかな。合わせてみて。おお、すごくいい感じ。よかった、ちゃんとできて。もしかして君が作った？うん、ハラとその周りの星系、衛星も全部入ってるはずだよ。綺麗だ。他には？ないと思う。どうかな。すごいよ、ママが泣いて喜ぶ。ありがとうパパ、大好き。え、ああああ、その。ニッキー、なんで鍵かけてるの？ママだ。最後の仕上げしとくね。ドア開けてきて。サプライズ、ピーター。二人で何を。ダメ。信じてはダメ。これは幻。あの子も罠に連れてくるんじゃなかった。あの子は理屈は分からないけど、私たち三人はつながっている。あの子はあれに囚われてしまった。でもまだ間に合う。私の死を受け入れないと。あの子はそれを伝えて。あの子を解放して、救って。お願い。ミコよ、マトリア長をお連れしろ、早く。約束
を拒み、己が無価値を証明した愚か者め、おとなしく死ぬがいい。やめろ。嘘、あれ一体何を。そういうトリックだろ。悪の後、レイカーに集中。痛くはないはず。ミッキーをどこにやった。終わってから考えようぜ。私はよくやってたはずだけど。注意したいのだ。お前は俺の邪魔になっている。いや、あんたに下がれって言いたいんだよ。プロに任せろってね。おいおい、落ち着けって。お互いを守らなきゃダメだろ。一人で戦ってちゃ勝てない。その通り。一致団結して集中すれば前に進める。さあ、みんな行くぞ。か縛りつけるんだ。すいません、ロケット、ドラクス。やっている。最高に不気味でしょう。こいつらで決まりだな。あれは威圧してるつもりなのかな。私がやる。なぜ襲ってくるんだ。あいつらは敵。目を覚まして。あいつちょっと、うわ、みんなカルトの連中が増えた。愚か者にはヤツ先の刑だ。任せた、ガモーラ。挨拶代わりだよ。話を聞いてもいいのではないか。話したいなら倒してからにして。死神に会ってもいい。弱ってる。一気に集め、行け。レイカーと同じような武器を使ってる。どんな武器にも弱点がある。やってやれ、ガモーラ。どう、冗談。ドラッグスタイムだ。お前は終わりだ。用心棒がいるってどんな境界だよ。そんな話無意味だ。この回収者どもは暴力しか理解できん。スピリチュアルな体験っていうのか。ここは狙われやすい。どう脱出する。ドローンに入ってた船の見取り図もチラ見てきた。通信センターまで案内する。そこでミラノを呼んで、このクソブレとおさらばするぞ。よし、けどどっから登る。気をつけて。あそこだな。気が利くな。ガモーラ、待て。光に通じる階段。ここで光の方には寄らない方が。やっ、やべえ、早く来たぞ。クソクソクソチャレ。
ばい、やばいぞ。出口はどこだ？どこにもねえ。なら作って。よし、ガモーラ。私じゃないでしょ。頭使え。ドラックス、壁のこの辺を全力でぶん殴れ。なぜだ？痛くないからだよ。なるほど。急いで、あの排水管から逃げよう。お前アホか。ありゃ猛毒のワープドライブ冷却水だ。飛び込めるかよ。でも先に進まなきゃ。わかんねえか、あのプールに入ったら即死だっつーの。おいおい、ドラックス。ドラックス、おい。あ、大丈夫か。おう。つーことはワープドライブ冷却水じゃねえのかも。チクチクするな。クエル、お前のガキに殺されかけた件だがよ。メーカーが何かしたんだ、きっと。やつが旧採掘区画までたどり着いたかな。それはない。最高統一艦がリクタードローンを送り込んだからな。異端者どもは今頃バラバラする。クソ野郎ども。私もグルト。ああ、かもな。けど迷子のうちは見つかる心配もねえ。ダメだこれ。迷子ならダメでしょ。位置を確認するから待て。この船はデカすぎんだよ。直感に従え。小さきものだ。まあ忌まわしき獣よりマシか。まったく可愛いやつだ。なんで古い採掘船なんかに黄金の神殿を建てたんだ。聞いていなかったが、レイカーはかつて採掘者だったのか。広くさあ、やつら何してんだ。行く手を塞いでる。ドアがたくさん。出口はわかる。もう大丈夫だ。ガビンズを見ろ。名前つけたのか。おお、あいつが通信センターまで連れてってくれる。ほら、あれが出口だ。よし、俺らならやれる。おい、見ろ。こいつらに構ってる暇はない。早く脱出して、ニッキーを助けないと。お前、こんなの探さないとだろ。ニッキーは置いてけない。ありがとうよ、ガビンズ。あれを信じていいわね。こんなこと時間の無駄。出口を探せって。今やってる。アルト野郎のオスオートラックス、頼んだ。楽しい。全力で倒す。あいつらにぶつけろ。奴らの頭に落とせ。木の力を見せてな。あのドローンも撃たないようにな。僕に壊したいと思う。痛めつけてやれ、ガモーラ。楽しませてもらうよ。この部屋にはとてつもない力が満ちてる。まさかと思うけど、私のこと？これで洗脳から解放されただろう。よし、こいつの仲間はまだまだいるんだからね。どんどん警備を送ってくる。とにかく迎えると。隙ができたら行くぞ。俺の力が生かされていないぞ。信者を倒した。嘆くことじゃない。これまで一気に。ここの連中を片付けて、カボンヌが通れるように奴らに投げつけてやれ。こいつ悪気はねえんだ。やめてやめて。カルテロ、もう一丁やれやろうか。
自業自得だってんだ。ガキガキ行くぞ。聞こえるか、ドローンが歌っている。お前より耳はいいけど、そんなの聞こえねえぞ。止まりだ。どうする？あそこ、あの通路から出られる。あそこまで飛べるか？まずい、それどころじゃねえ。またドローン。クル、あの通路に上がる方法を探せ。黒焦げになる前に。ピーター、何かアイディアない？ちょっと待ってくれ。あの柱が倒せる。ドラッグス、柱で橋を渡せ。わかった。ダメダメ、向きが違う。ドラックス、何やってんだよ。ドラックス、なんだこのバヌー並みのアホが。これじゃ問題ない、出口ができた。行くぞ。クイル、あいつに相当恨まれてるぞ。こっちにその気はない。止まってちゃダメだ。不安になってきた、ピーター。うわ、これは拷問部屋か何かか。穏やかな表情だ。死ってある意味穏やかだから。まるで命を吸い取られてるみたいだ。おい、大丈夫か？ハーフワールドに戻ったみてえだ。仲間の被験者にこんな奴らが5万といたぜ。クリーの科学者どもにお前は特別だとか言われて鵜呑みにしてた。死ぬ瞬間までな。お前は違った。
俺は利口だったからな。俺とライラか。見てらんねえ。さっさと出るぞ。こんな悪夢にはうんざりだ。通信センターはまだなの？ガビンズを信じろ。さっき行き止まりだったじゃん。あいつにとっては違った。でも彼は言うな。まあドラックスの近道で方向が合ってることを祈ろう。ああ近道。あのクソどもに心に行けるバッテリーを買ったけ。何かここでやる。すごい数になるけど。虫で信者を鎮圧した。悲しむことはねえ。そのまま叩き込むんだよ。お前の番だ。頼むぜ。俺を見ろ。ボスモンに教えないと。これとんでもないことになってるぞ。ボスモンだけじゃない。すべて知らせないと。俺たちの行く末は新興電池ってところか。このまま行くと私前をつけてもらわないとね。来た。あー、すっきりしたぜ。よし、現在地を確認するぞ。教会の奴らが押し寄せてきてる気がすんだけど、なんでだろうな。プロの出番だ、ロケット。あったよ、俺に任せな。通信リレーだ。ここから出れるぞ。それどのくらいかかりそうだ。お前の助けが必要だ。わかった。よし、そこに立ってろ。そこな。あ、わかった。完璧だ。ああ。なぜ儀式の場で見たものをなかったことにしようとするのだ。約束なんて悪意に満ちた嘘だから。なぜ言い切れる。私だって信じたかった。でも目が覚めたら全部消えていた。何が見えた。私はカルーと。母さんに会った。生きてた。けど他に何かいた。影だ。ああ、そうだ。あの子は利用されてるんだ。生き返ると騙されてる。来れるかね。分かってる。なんだよ、わざとに決まってんだろ。ミラノは今来てる。ありがとうよ。よし、行こうぜ。信者どもに気づかれる前に。ミラノをどこに停泊させる。停泊だ、物はいいようだな。ハンガーに入れねえからちょっと工夫しねえと。了解、けどやりすぎるなよ。任せとけって。ちょいと船外に出りゃランデブーにぴったしの場所があった。おい、なんだって。落ち着け、行き先は分かってる。